ゾフィーツー・ゾルムスラウバッハは、ドイツのブランデンブルク・アンスバッハ辺教伯、ヨアヒム・エルンツトの妻。長子のアグネスは、ヘッセン・カッセル侯伯モーリッツの妻、すぐ上の姉のジビュレは、アンハルト・プレッツカウ公、アウグストの妻である。ゾルムスラウバッハ伯ヨハン・ゲオルクとその妻の、マルガレーテ・フォンシェーングラウハウの末娘として生まれた。1612年10月14日にアンスバッハにおいてヨアヒム・エルンツトと結婚した。1625年に夫が死ぬと当時9歳だった長男フリードリヒの摂政としてアンスバッハ公領を統治した。1634年に摂政を一旦退くが直後にフリードリヒがネルトリンゲンの戦いで戦死したため、後を継いだ14歳の三男、アルブレヒトの摂政となり、1639年まで務めた。なお、摂政統治に際しては、自兄のゾルムス・レーデルハイム伯フリードリヒを相談役とした。夫との間に4男1女の5人の子女を設けた。ありがとうございます。